クズは豆かクズ属の鶴生の多年草である。日本では根を用いて食材のクズ粉や漢方薬が作られ、万葉の昔から秋の七草の一つに数えられている。和名はかつて大和国吉野川上流のクズがクズ粉の産地であったことに由来する。クズの人がこの植物を売り歩いたため、いつしかクズと呼ばれるようになったという説がある。漢字はクズを当てる。 日本の地方によって、カイコズル、カンネ、クゾフジなどの地方名でも呼ばれている。中国植物名は、クズといい、中華人民共和国等の中華圏では、トリヒトシネとも呼ばれる。温帯及び団体に分布し、北海道から九州までの日本各地のほか、中国からフィリピン、インドネシア、ニューギニアに分布している。世界の侵略的外来種ワースト100選定種の、 一つである。山屋の林内や林園、土手などに自生しており、荒地に多く、人手の入ったヤブによく繁茂する。北、アメリカでは、1876年にフィラデルフィアで開催されたフィラデルフィア万国博覧会の際、日本から運ばれて、飼料作物及び庭園装飾用として展示されたのをきっかけとして、アズマ屋やポーチの飾りとして使われるようになった。 さらに、緑化、土壌流出防止用として政府によって推奨され、20世紀前半はもてはやされた。しかし、反応力の高さや拡散の速さから、有害植物並びに侵略的外来種として指定され、駆除が続けられている。現在では、クズの生育する面積は3万平方キロメートルと推定されている。大型の双本、地面を刃う鶴は、 他のものに巻きついて10メートル以上に伸び、全体に褐色の細かい毛が生えている。根元は木質化し、地下では肥大した長芋状の開根となり、長さは1.5メートル、径は20センチに達する。葉は大型の三室複用で、長い洋平で誤生し、章葉は直径15センチメートル超の量形状の円形で、さらに中列することがあり、 受ける日光の強さで角度を変え、草質で幅広く大きい。葉の裏面は白い毛を密生して、白色を帯びている。花は8から9月の秋に咲き、溶液から相乗果女が上向きに立ち上がり、濃紺紫色の甘い方向を発する長形花を棒状に密集してつけ、下から順に咲かせる。褐色には変異が見られ、白いものを、白花くず、泡桃色のものを、 時色くずと呼ぶ。花後に褐色の剛毛に覆われた枝豆に似た、長さ15センチメートルほどある扁平な果実を結ぶ。鶴生の多年草で、絡みつく相手を求めながら鶴を長く伸ばして、広い範囲で根を下ろし、反母力が高い。くずは根茎と種子により増殖する。除草剤に強く、根絶は困難であり、雑草としては、こびることもしばしばである。 かつての農村では、田畑の周辺に育つ、葛の鶴を作業用の材料に用いたため定期的に刈り取られていたが、刈り取りを行わない場合は短期間で、低木林を覆い尽くすほど成長が早い。伸び始めたばかりの樹木の枝に巻きつくと、それによって樹木の枝が曲がり、やがては、腰、さらに森林全体を衰退させてしまうこともあるため、林業では、 クズなどを除去するツル切り作業は森林を健全に成長させる作業の一つとされている。地上部のツルを刈り取っても地下に根茎が残り、すぐにツルが再生する。抜本的に除去する方法として、除草剤の今ザビルを使う手法がある。製品としては今ザビルを染み込ませた幼児状の草びになっていて、根株に打ち込むことにより効果を発揮する。 製品名 K ピンエースが知られる。過去には薬品ピクロラムが用いられることもあった。本来の生態は林や垣根の周囲や斜面を覆うように生育しているマント群落と呼ばれる鶴草や低木の代表種で森林の周辺、露出した拉致、斜面などを覆い、風や直射日光を防ぎ土砂の崩壊を抑える役目を果たしており、特に森林外を 自動車道路が貫通するような場合などは、クズなどを含むマント群落植物が道路周辺にあった方が森林を保護する効果があるが、逆に森が切り開かれて、林内の陰性の下映え植物が減ると、こうしたマント群落の植物が森林内部に侵入して林内が荒れた状態になる。様々な昆虫のつく植物でもある。例えば、黒と白の、はっきりした模様のおアシ足長ゾウムシ。 マルカメムシはよくクズで見かける。また、クズの葉に細かい虫食いがある場合、それは、クズのチビタマムシによる、食根であることが多い。東南アジア原産の外来昆虫である、フェモラータオウモモブとムシの幼虫は、クズの鶴を肥大させて、虫コぶとしその中を食べる。沖縄には、同族の台湾クズがある。全体にクズに似るが、葉の形や花の姿などに、 若干の差がある。なお、沖縄では、ほぼ同様な姿で、ナタマメ族の高ナタマメも露房によく出現する。日本では、古くから、食用や薬用に用いられ、天然繊維の材料としても用いられている。長くて大きな根からは、クズコが取れるクズりリ古来から大きく肥大した開根に、含まれるデンプンを取り、クズコとして利用されてきた。 秋から冬にかけて掘り起こしたものを砕いて、水を加えて、繊維を取り除き、生成して、澱粉だけを採取する。くず粉を湯で溶かしたものをくず湯といい、熱を加えて溶かしたものは固まると透明もしくは半、透明になり、くず切りやくず餅、くず菓子などの和菓子材料や、料理のとろみ好きに古くから用いられている。あまりメジャーではないが、春先から初夏にかけて伸びる鶴の先端部は、 摘み取って食用にすることができ、茹でておひたしや天ぷらなどにする。種子は一般的には食用にされない。カッコン薬用に利用でき、日本や中国では薬物名として根をカッコン、花がクズ花、葉はクズ葉と呼んで生薬にする。かつては資料としても重宝されたが、こうした用途は減った。馬の子は馬のといった地方名があるが、 馬だけではなく牛、ヤギ、ウサギなど多くの草食動物が好んで食べる。クズの繊維で編んだ布は新石器時代の遺跡からも出土している。鶴を煮てから発酵させ、取り出した繊維で編んだ布はクズフと呼ばれる。現在に伝わっている製法のクズフは平安時代頃から作られていたとされる。江戸時代には和漢三歳イズでも紹介された。かつては衣服。 壁紙などに幅広く使われた。現在では、生活雑貨や土産物として、数少ない専門店によって、小規模ながら生産が続けられている。演習、現在の静岡県掛川市の特産品である。また、クズの鶴は長いことから、切り取った鶴が乾燥して、固くなる前に編むことで、籠などの生活用品を作ることができる。年には、クズ属植物から、 バイオマスエタノールを抽出する技術が宮崎大学によって開発された。日本においては古くから絵画や衣装の題材として扱われ、クズコユの小さな葉を衣装的に図案化した家紋が数多く存在する。皇族、高窓宮家の綾子女王のおしるしでもある。なお、クズは秋の七草の一つに数えられるとともに、秋の季語として多くの俳句に歌われている。 ありがとうございます。